方への狙いをつけるのが、まあ、打ちやすくはなるとは思いますが、はい、そうですね。その右方向、逆方向、センターはボールは落ちています。ヒットになりました。三塁ランナーが帰って1点を先制しました。ライオンズセンターの俊太が懸命にボールを取りに行ったんですが、ワンバウンド。いや、まあ、ベテランらしい、はい、足のあるこう一打になりました。まあ、ここら辺は自画自賛したくなるようなバッティングじゃないですかね。まあ、ただ俊太もよく反らしませんでした、はい、渡辺直人のタイムリーヒット、1点を先制してなおもワンアウトランナーは1塁というライオンズ3回の裏の攻撃です。ほんの少し抜かれてましたが、バットが早く出ましたからね。ほんのちょっとですね。近藤は一つ命拾いという形になりました。ワンボールワンストライクです。センターに持っていきます。その打球を確認して三塁ランナー渡辺今ホームイン。メヒアが二塁に向かう。一塁ランナー栗山はホームに帰ってきた。2点を加えて3対0。非常に速い打球になりました。打球が速いですね。打ち方が真っ赤ですけどね。おかげで栗山が全力疾走ですね、はい、一気にホームへ帰って、メディアも二塁へ。今頃ベンチですごい深呼吸してると思いますけどすごいいい打球ですよね。そうでしたね、はい、センターの俊太がどうだろう、破られずに追いつくかなというような感じでこう打球方向は見ていたんですが、破っていきました。メディアの2点タイムリーツーベースヒット、3対0。まあ、確かに肩で息してますいや、なかなかね、一塁から一塁のホームっていうことは年間でもそんなないんで、はい、アプローチバッテリーからしますと今なんだか久しぶりに大きなコンビネカーブを使ったのがあるので、はい、コントロールができてないっていう判断で使うのをやめてたんですよね。ワンボールツーストライク、バッターボックスの大崎は追い込まれています。センターに上がります。センター少し下がる。三塁ランナー二塁ランナーともにタッチアップスタート。そしてその送球を見て一塁ランナーは二塁へ。4点目が入ってなおもそれぞれランナー進塁で二塁三塁になっています。大崎の犠牲フライ、まあ、あの三塁ランナーがメヒアだったので、浅いフライでは帰れないんですけども、しっかりとね定位置より後ろ目に打ってくれたので、はい、楽々と1点取りましたよね。で森も2塁から3塁へ。送球が3塁到達するというと軌道を描いたところで浅村もね、はい、2塁に進んでいます。まあ、森が2塁から3塁に、ね、全力で走ったということで、はい、足の痛みは大丈夫そうです ね